チェキ、チェキはバッチグーなので、チェキははい、バッチグーで、それより上の章が全く終わってないんですよ。取り掛かですらないという非常事態ですね、これはもう。そう、バッチグーって久しぶりに聞きました、バッチグーはい、長ちゃんにしては大人っぽく見えたの？17歳ですから。B 賞のリクエスト曲は来ました。あ、すごいザビエルみたいな袖ですか、襟ですか、これ、こういうこと？あ、結構前って言っても今年ですよ今年だし17歳になってからなんですけど、はい、もうコロナになる前ですふふふ。最近すごい頻繁にまとめられています、中坂美恵です。ヘアバンド、カチューシャですね、これ可愛いんですよ。みえちゃん何を布教してるんですか。みえちゃんはですね、独占、独占、中坂みえちゃん独占ですね。カラオケはまだもうから。セトリは決まってるの？決まってないです。でもなんかさ、歌いたい曲を歌いますだから知らない曲だったとしても乗ってきてくださいでもなんか座ってると歌えないんだよね、やっぱ立ちたい長ちゃんの解説好きです、だってありがとうございます。やっぱああいう場に行くと解説役に立ち回ることが多いので、立ち回るっていうかちょっとよくわからないですけど、なんか解説役ねやることが多いんですけど、はい、勝手に喋っちゃいます立てばいいんじゃない、顔映らないけどいいですか。アイカピョンめでる会にも僕も入りたい、ラブラブラブ。行き先は忘れない、僕が払い。新公演全然さ、サブスク解禁されないからさ、カラオケに入らないですねめっちゃ子さんってびっくりした、本当超子さんだよ。ピオスと同期だって言ってんの。でもピオスさんは頑なにあれしてくれます、拒否されます。同期じゃないから、同期じゃないから。歌歴負けました。でもね、最初の方はね、もう記憶が全然ないですからね。はじめましてって、はじめまして。あ、てか今日までだよ、あれ ZEP の見逃し配信。ダイブって知ってた？ダイブって何ですか？韓国のアイドルさんですか？トゥン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 の方ですか？好きを好きになったきっかけは、写メ会で神対応されてからです。ディーバって読むの？俺ダイブじゃなかった。ディーバって何ですか？確かによく見たら英語が違うか。明日って何の衣装だっけ。遠く遠くハイエンドハイインザスカイオールフリーです。何も遮るものはない、Give me wings to light the sky。 あ、ロストザウェイ歌ってるユニットね。あ、700日スクショしちゃおう。あ、まあ、こういう事故もありますけれどもね。待って、タワーが立ちましたね、今700。わー、白熊さんだ、ありがとうございます、ありがとう。ということで、わー
わあ、シルルルさんありがとうございます。やばい、700日ですよ。もう気づいたら9月には、1年2年を迎えます。あと半月くらいですね。で2年です。早いですね。すごい、皆さんのおかげでね700日も過ごせましたよ。次は1000日に向けてみんなで楽しいね配信を引き続き続けていきたいなと思いますし、もっとね企画もできるようにね頑張りますので、あのぜひ遊びに来てください。行き先は忘れない。はい、こういうねこういうところが中坂美優のねショールームのね、はーい、というか生写真のチャイナドレスってどんなの、それはまあお楽しみですけれども、すごい可愛ちかったですみんな。千日の頃は18かだって。18歳バブー。ロストザウェイにハマってるの。みもロストザウェイやりたかった。こういうところがかっこよかったです。長坂もかっこいい曲やりたい。はい、そう金色らしい。で金色らしいです。累計回数が抜かれそうで怖い。累計ポチッとな。今一番多い人がもう、でも1000回超えがねいっぱいいますからね。いっぱいじゃないか、いやでもほらいっぱいいるやん、超いっぱいいるやん。1164がさ一番かな。1164が一番かな。すげえ。そんな配信してたんだ。最近ちょっとさ1位の方がさ来てないよねって思ってます。ぼやき。いえいえいえい。すごーい、まだ961回。でも長坂がまだあと39回してないからさ、1000回いってないんだよ。朝と夜で配信する時間は決まってたりするの？まあ、夜はだいたい21時からが多いですね。朝だったら7時半くらいからが多いですね。早起きできないので。でもまあみんなと楽しい楽しいショールームが過ごせて嬉しいだけだよ。山あり谷ありな、何かありみたいな、はい、ショールームでしたけど、最近は全然あのハッピー配信ばっかじゃないですか。なんかね毎日配信で、中学校の頃がすごい病んでた時期もあったんですけど、最近全然ね。はい、ハッピー配信ばっかです。ハッピースマイル。ハッピーじゃない配信とは。陰キャの JC 配信ですね。その陰キャの JC 配信もありましたし、体育の先生とバトった時もありましたし、公園に出れなくて泣いてた日もありました。今日マネージャーさんに LINE しちゃったんだよね。もう何があっても駆けつけるからいつでも呼んでくださいって、もう大好きだよ公園みたいな、大好きかよみたいなね LINE を送りました。そしたら神様みたいなね返信が来ました。神様です。はい、でも本当に最近ハッピー配信しかしてないよねみんな。今日は見てるみんなもハッピー配信にしたいと思います。ゼップのダンスコーナー大変だった、大変でした。トゥトゥトゥントーン、トトントトトントトトーン、
たた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 た。でもミューバーあんま難しくないところだったから、そう、なんかもっと難しい人いっぱいいたと思う。比較的簡単なところでした。なげちゃんが見れるだけでハッピーだよ、だって。ええー、優しいと。キュン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 。おつぴよ。おつぴよ。大喜利をやらなければ大丈夫？大喜利もまあ伝説配信ですね。そんなこともあったのーみたいな。バナナ豆乳を飲まなければ OK。 毎日コウメ太夫をやっていたあの頃、あの頃の君を見つけたんだ。大喜利はやりません。面白くないのでやりません。傷つくのでやりません。はい、ガンプラ作ってないです。ガンプラは作ってないですね。ノリノリ。中坂さんの配信を見るようになってから、職場の先輩と気になるアイドルの話で盛り上がれるようになったよ。じゃあ気になるアイドルに中坂美恵ちゃんっていっぱい言ってるってことですか。懐かしのプロ野球チップス開封配信は懐かしい。フリーレ配信も好きだった。うわ嬉しい。フリーレ配信はまたやりますね。ユティさんも好きだったねとか言わないでください。今も好きだから。若ちこユニバーシティ T シャツ買おうか真剣に悩んでた時期あったから。可愛いの書いて、なんだっけ、ユニバーシティって書いてあるのかな。確かそう、若ちこユニバーシティ T シャツみたいなのをあのユティさんが販売してるんですけど、めっちゃね大好き、可愛すぎて。なんか同じような T シャツをこの前服屋さんで見つけたのね。でなんかお母さんにその T シャツ可愛いじゃんって言われたんだけど、でもミュウはその T シャツを買うなら若ちこユニバーシティ T シャツを買いたいと思ったので買いませんでした。はい、筋肉は好きですか。パワー。そう、ウェブ会議でメンバーの写真を誤爆したことある。みゆちゃんの写真ですか。みゆちゃんの写真じゃないならみゆちゃんの写真でもう一回やり直してください。一人公演もやりましたね。そう、ゲルメイク配信面白かったな。ゲルメイク結構好評ですね。17T よりは着やすそうだからチェックしてみようかな。普通にセンスのめちゃめちゃいい T シャツですよ。はい。ふふ、誤爆のやり直しです。はい、でもみんなもう一回送りましょう。中坂美恵ちゃんじゃない人は中坂美恵ちゃんの写真をもう一回誤爆しましょう。ふふ。はい、ゲルメイク配信全然覚えてない。でもなんかさ、異常に前髪を分けたがってたよね。そう、なんか前髪をこう上げるのにハマってました。今でも意地でもちょっと上げたくないですけど、最近ちょっと前髪上げたくないんです。眉毛が可愛くないから。なんだかんだで壁紙配信が好きです。おお、柔軟 T になれると普通の T シャツだと満足できない。あ、いいですね、いいですね、いいですね、それ。地雷系配信も好き。めっちゃノリノリでスクショを撮らせてくれた。なんてあの時可愛かったもん。あの時で早いわの。みゆちゃん糸恋しい、恋しい。みゆちゃんカーチ。独占ティーはいつ使えばよきだろう。からいっぱい使えばになって、ブダティーも独占ティーも17ティーも来てください。
ね、中坂のファンの方のさ生誕ティー着用率が高めですが、すごいよね。最近地声出ないね。そう地声ね、ちょっと調子悪いんですよね。やっぱこの声がねショールーム慣れしてるんだよね。やっぱショールームの前だと地声とか出ないみたいな。みんなにキャラ作ってるっていうか。はい、中ペラ配信も好きだ。中ペラもめっちゃやりましたね。なんかさめっちゃ歌ってた、100曲くらい歌ってたんじゃないかっていうくらい歌ってた時期もありましたね。声カスカスみたいな。明日 T シャツ3枚持ってこうかな。いいや、1部と2部と5部でさ着用 T 変えましょうや。楽しみだね。地声じゃないの？あ、そういうね、ネタです。これが地声ですけど、なんかあの中坂美奈ちゃんみたいなのが地声だよっていうネタを半年くらい前にやったんですよね。みんな記憶力がいいからさ忘れられないんだって。はい、今年も天使ミューリー配信待ってます。そう、天使の日ってさ微妙な日なんですよ。なんでかっていうと周年のさ前日だからさ、去年はさリモートだったからさできたけどさ、これリモートじゃなかったらできないんですよね。多分総集編感あるね。みんなが振り返ってくれますね。いいですね。明日は生誕T着ていかなきゃ。そうだよ、家から着ていきましょう。明日は独占 T、 明後日は17 T、 いいですね。700おめでとうございます。ありがとう。そう、なぜか PC でずっと配信が同じところでループしてた。なんでだろう。やっぱそこの中坂みゆちゃんが可愛いって PC が錯覚しちゃったのかも。そう、明後日は鉄のだよ。明日は両方持っていきます。17T 年ありがとう。 YouTuber みゆさんも来てくれたね。白目。え、でも YouTuber みゆさんはアメブロじゃなかったっけ。はい、明日も 17T で行くわ。 OK、 待ってる。こんなに見てる中坂さんだけなんだよね。やっぱ中坂さん、中坂さんにメロメロってこと。昔お団子してた、お団子部屋よくしてたけどもうしないの。昨日お団子だったんだよ配信。そう、団子もたまにはするけど、なんか最近はおろしですね、安定に。鼻がかゆいよ、むずむずだよ。ツイッター見てます、だって。ありがとう。見逃した。でも大丈夫、定期的にお団子はします。暑い時はね、大体お団子なんで。ポニーテールよりうるる噛んじゃった。ポニーテールよりお団子が好き。明日の髪型どうしようかな。明日はでもトークトークリットマか、何しよう。中坂さんにメロメロになれっていうことでね。メロメロだよ。すごい、初訪問の方が今日いっぱいいますね。ありがとうございます。明日一部会えるの、楽しみにしてます。ちょっとライブタグつけちゃおうかな。じゃあ中坂推し、いやそんなタグじゃ来ないか。かわいいとか、かわいいアイドル、うん、おしめん、うん、あとは何だろうな。700回記念配信とかにしようかな。そしたら人来るかな。イエーイ。明日ポトメにはいるけど会えないらしい。会えないの。ピエン。最後にカラオケで閉めてる時期がありましたね。ありましたね、そんな時期も。懐かしい。アイスの口づけを歌ってね、ショールームをなかったことにした日もありましたね。懐かしい。よう覚えとるね、みんな。今日もとっても可愛いだった。ありがとう。乙女にはいます。わ、そういう方多いの明日。
でも明日は外れた方もいるらしいだからそう、会いたくても会えない方もいるらしい。そんな方はぜひ30数シングルで東海があると信じてお待ちしてます。13周年の中止の時にコンサート配信で力もらいました。あれもすごかったよね。みゆの企画力にね、ちょっとビッグ拍手を送りたいですね。もう超頑張ってた。なんか曲も自分でこう考えて、セットリストこうやって組み立ててやってたんですよ。もうびっくりだね。またいつかやれたらいいなと思いますはい、いいね。明日待ってますよ。みんな盆休みで家族サービスしてる人もいるかもしれないですね。確かに今日からお盆、明日からお盆、今日からお盆、わかんないけど、みんなお盆はどうやって過ごすんだい？帰省するんかい？前回他のアイドルさんがポタメにいたような、なんかそういう話も聞きますね。前毎日アイス食べてたのに。みんなアイス食べてますよ。今日からか。みんなお盆はどうやってお過ごすんだい？長坂みゆは今年こそ帰ろうと思っていましたけどもね。なんかよく考えたら15日とかまでじゃないですか、お盆って。だってさ、今日12日13日で毎日リレー配信があって、14日あれがあって、ロングトークがあって、15日鉄縄だからさ、もうお仕事続きでさ帰れないしさ、やっぱ感染広がってるからさ、帰りづらくなっちゃって、結局帰りませんっていうことになりましたそう、でもなんか電話しました、おじいちゃんと。あとはいとこともしました。忙しいです。もう楽しい、ハッピーライフだよ。なんかこんなにさ充実した8月があったかな、わかんない。去年の8月は、まあ、ちょっとバタバタしてたじゃないですか。そう、いろいろあって SKE バタバタしてて、本当に仕事のない8月で、毎日大富豪してたから。そうだよ、毎日大富豪してたんだよ。思い出したよ。うわーそうだよ。一昨年もね、すっごい暇だった。あ、でもちょっと周年を覚えてたのであれだけど、本当に暇だった。いやでも全然周年も覚えてない。周年だって9月から覚え始めたもん。だから8月本当に暇だった。だって公演も1回しか出てないからさ、めっちゃ暇だったなんか言うねーんっていうね。そう、ちょうど大徳さんの時が去年の8月でしたね。懐かしい。今年はね、もう8月の1日からお仕事がもうありましたから、幸せです。血で刺されそうだったの？大丈夫？そうみね、なんかコロナになってから昇格するまでに、コロナになってからっていうのは状況が、この世の中がコロナになってから、あの昇格するまでに出た公演1回しかないんですよ。びっくりじゃない？わー、そう、ハッピーライフです。もうちょっとでパラダイス、またやるから待っててね。今日かわいいスキーだって。ありがとう、スキー定期的に大徳さん見たくなる。でもなんか1年越しにさ見るとさ、なんかあんまり演技がさお上手じゃないように見えてしまうんです。恥ずかしい。ガロウさん700日タワーありがとうございます。ありがとう。イエーイ、みんなすごいね、本当に。あれ面白かった、何度も見たよ。だってありがとう。台本見ながら見るとなかなか面白い、そういう楽しみ方もあるんですね。いいの
はい。ね、またなんかねそういうのがあったらね立候補したいなと思いますけども、なかなかないので最近は。そう、なんかさみんなにさお話ししておきたいことがあるんだけどさ、なんだっけ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 、はっ、トーク会、ロングトーク会さ、うちは出すと怒られちゃうからさ気をつけてねっていう話がそうしたかった。あ、またタワーだよ、ありがとうございます。長坂の水平さんの人ですね、ありがとう。そう、ロングトーク会うちは持ってくと怒られちゃうので、怒られちゃうっていうか注意されちゃうので気をつけてねっていう話がねしたかったんだ。なんか基本的に何かが手に合った状態でトーク会がなんかできないんだって。ああ、え、もう一本来たよね今。無意識のエロさんだ、700日タワーありがとうございます。みんなすごいよ、どうしたんだよ。なはなはいけると思う。なんか内輪がダメだった。あと仮面は昨日はいけましたね、この前は。そう、手持ちがダメ。なんかさ握手会の時とか荷物全置きだったじゃん、まあ、そんな。何それ、なんでなんでなんで急に？マジか。なぜなぜ花は咲くのだろう、なぜなぜ自然の摂理の中に答えがあるんだ、すべて当たり前になっちゃいけない。トン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 、もう9時とかかな、もうすぐだ。じゃあそろそろカラオケ配信したいと思います。